手塚翔太 VS ガオパヤックワイズディ。翔太選手には恵比寿リサーチ山田慎太郎様、山崎秀隆様、有限会社関口測量事務所富松雅人様、元気堂整骨院東松山浜田様、脇本精密製作所様、北条清美様、株式会社 EMS 福徳恵梨香様より激励賞が届いております。さあフェザー級のトップコンデンター手塚が入場してまいりました。手塚はシーザーズリーグ2019単独トップに立ち、そして昨年11月は SB 日本フェザー級王座決定戦であの笠原優希と対戦し、4ラウンドにノックアウト負けを喫したものも、も素晴らしい戦いを繰り広げました。本日はタイの強豪を迎え撃ちます。さあ手塚の戦いが始まりました。キャリア14戦目で初の日体国際戦を迎えました。対戦相手のガオパヤックは100戦以上のキャリアを誇ります。23歳、ローキックミドルキックを得意としています。ね、手塚選手いつも本当に、ね、すごく惜しいんですよね。めちゃくちゃいいもの持ってるのにあと一歩っていうところで終わってしまってる印象があるので、はい、本当にもっともっと上に行ってほしいと思ってるんで、ね、やっぱりここでね、まあ、タイの選手に勝つことによって自信もさらに上がってくると思うので、はい、経験値もそうですね、いい勝ち方で終わってはほしいですね。なんかでも、うん、そうはさせてくれないのが大事なんで、そうですけどね、なんかこの試合がきっかけにポンと一つ抜けるきっかけになってくれればいいんじゃないかと、まあ、おそらくマッチメイクした陣営もそういう気持ちがあってのこの日体国際戦強豪相手の戦いだと思います。さあ、なんかオパヤックはまだ若い選手ですから、そうですね、うわーとちょっと低かったかな。ガオパヤック選手結構パンチ強いですね、パンチ系ですね。そうですね、日本に来るとね、やっぱりこのもう蹴りミドルキックローキック得意という触れ込みがあってもでアグレッシブに行くということが人気につながると分かってますから、そういうところでスタイル変えてくる選手が多いですよね。日本に定着して試合を組まれることが彼にとってのステータスですから。さあ怖いサウスポーからの右の左のパンチ、やっぱりヘビー級からの軽量級みたいなやっぱスピード感がすごいですね。そうですね、いやそれは決して坂本君が遅かったということじゃないんですよ。いや違います違います、そうですよ、そうね、ヘビー級の醍醐味とこのスピーディーさ、この違いがやっぱりこの一つの興行の中のね、面白いところ、メリハリ、そう、魅力ですね。さあただ手塚は1ラウンドこの初の日体国際戦ながらリラックスはしてますね。そんな硬くはないですよね。そうですね、やっぱり自分自身のいいものを使って戦っているのでいいですね、はい、本当はもっとガチガチになってもおかしくないですけどね。ただこの100戦のキャリアを超え、まあ、対戦手は大体そうですけど、まあ、そうだな、100回やって、おーい、入って勝てた。キャリアが、ね、子供の頃から積んでますから、まあ、日本でいうとちびっこ大相撲ぐらいの、スタンスがタイの舞台なんですね。なのでやっぱりリングに上がることに対して非常にリラックスしている。リラックスしているということは練習でやっていること同じようなことがやっぱりできるのが一番、それは勝敗にも関わってきます。体が緊張してガチガチになるとやってきたことができないのが試合の世界。大きくロキック手塚右のロー、おー
打ちますね。第一ラウンド終了です、どうでしょう、レナさん。いや、すごくリラックスしてて、まあ、自分の動きできてるのですごいいいんじゃないかなというふうに思いますね。対するガオパヤクのキック、攻撃どうですか。重いですね、一発一発。やっぱりちょっと被弾してるかなというふうには思いますけど、まあ、それでも本当に一発一発強く返してるの でやっぱりタイの選手はやっぱり今後上がっていくので、どんどんリズム上がっていくので、それが怖いところなので、手塚選手としては、もう早い段階での KO が望ましいんじゃないかなっていうふうに。そうなんですね。恐ろしいから。そうね、やっぱ前半でね、やっぱりムエタイというのはタイの国内においては、まあ、ギャンブルの対象になってますから、5ラウンド制だと1ラウンド2ラウンド見て流していくんですよね、その中でまたお客さんたちもこう掛け率を変えたり、まあ、どっちに掛けようかなというような展開がある。3ラウンド4ラウンドでパンパンパンと上げていって5ラウンドを勝ってる方が逃げ切ると、そういうスタイルがねやっぱり染み付いてますんで、だから1ラウンドより2ラウンドの方が点数上げてきますよ。前に出てきますよ。おー、ただ手塚のこの右の攻撃強いですね。そうですね、いいですね。右のストレートシャープです。右のアッパーを、さあここは早く前に出てくるところにドンピシャで当たりました。こういう細かい崩しとかはタイ選手上手ですね。さあこのガオパヤクも左のローキック、ミドルキックと打ち分け、パンチも打っていきますが、この先、ここから先手塚をどう仕留めようと考えを持っているのか、試合を進めているのか気になるところでございます。右左を思いっきり打ってきました。右の攻撃すごくいいですね。そうですね、ストレート右ミドル右ハイ、はい、背中つくないか、まあ、身長差もあってすごい首相撲にも対応できてるので、いいですね。そうですね、なかなかこの対戦手と対戦するとこの首相撲でねやられちゃう選手が多いですけれども、その手足の長さ、はい、いいですね。しのいでいます。おお、これはいった。頭同点から顔早くを叩きつけていきました。前方への投げ、これにより1ポイント、はい、加算されます。おばやくんね、試合で投げられたことはないでしょう。そうですよね。いや、上体はね、投げられないですね。びっくりしちゃいますよね。受け身も取れないですし。さあ、それがシュートボクシングでございます。シュートボクシングを味わってもらうなら、この先にはまだ締め、立ち関節があります。左のストレート。そう、こういうところちょっと怖いですね。怖いですね。最後まで何が起こるかわからないっていうところ。そうですね。さあ、第2ラウンドもラスト20秒という間です。それと、また早く。さあ、ちょっとガオパヤク少し疲れたかな。そうですね、ちょっと疲労感、そうですね、ちょっと疲れたところ、右のハイキックがかすめたところで2ラウンド終了いたしました。ガオパヤクちょっと全滅からしたかな。まあ、まずね、ここまでしのぐというところは手塚、まあ、すごいんですけどね、はい、あとはもう仕留めなきゃいけないですね。しっかりと結果を残さなければいけません。仕留める仕留めないでだいぶ経験値違いますからね。そうですね。さあ、ガオパヤクに対して、手塚最終ラウンドの攻めはどんな、攻撃がよろしいでしょうかね。まあ、何で倒すかですね。まあ、ストレートか、私なら多分ハイキック、まあ、バンバン当たってるんで、それに散らして、まあ、仕留めに行こうかなっていうふうには考えますけど。なるほど。さ
さあそんな姉さんの期待に応えることができるのか手塚。さあガオパヤックはムエタイの意地を見せることができるか。さあ第3ラウンドラストラウンドです。ガオパヤック選手はそうですね、単発なので2、3、まあ、4発ぐらい打てたらいいですね。そうですね、まあ、その辺が分かっているのか少し、手数上げてまいりましたガオパヤック、うん、ただ、こういうパンチの展開になると、ね、少し、ね、荒くなるのがタイ人の欠点というかね、ちょっとのウィークポイントでもあるんですね。だからなのでこうやって荒くパンチ打ってきている時にカウンターが逆に、手塚のカウンターが逆に当たるんじゃないかというところに期待をしたりしますけれども、さあラストラウンドストレートガオパヤック。さあ手塚ここちょうどねサウスポーのこのローキックがオーソドックスのこの股間に当たる角度がねちょっとたまにあるんですよね。あのガオパヤックは故意で打ってるわけではないんですけどね、たまにこうして当たってしまうことがありますね。怒るお前ちょっと。これって人によって回復って全然違うんですか。まあ、当たり角度とかその威力にもよります。人によって回、まあ、もちろんこう、まあ、カップをね、はい、ファールカップ入れてますから、はいはい、まあ、ダメージっても直接的ではないんですけど、だけどやっぱり強くバーンと当たってしまうとやっぱきついんですよ。だからその前どれくらいのダメージだったって分かんない、話し合ったことないけどさ、だけど、まあ、きつい場所ですよ、うん、さあラスト2分も切ったところ、若干のインターバルがありましたんでお互いちょっと復活しているところなのか。さあガオパヤック選手が勝とうと思ったらやっぱりパンチ連打して当てていくっていうのがいいですね。まあ、カウンターを気をつけながらですけど、はい、なんかこのガオパヤックがこう荒く出てきたところにカウンターを合わせる手塚、そしてガオパヤックはもうどんどん前に出てって手数の中で当てていくと、まあ、勝負ちょっとパンチかな、もうね、そうですね、ここの部分ではなんかお互いこうパンチのコースの中でストーンと一回倒れそうな気がするんだけど、そういう展開になってくれないとこの試合ちょっと難しいんでありますよ。あ、でも投げ1ポイントありますからね。そうですね。さあいい試合見せてくれ、ラスト1本お目が入っていく、シャープ、はい、あー左のストレート、ここを返していく、右のアッパー綺麗に手塚はガオパヤック2発目当てております。インから入っていくアッパーすごく綺麗です、シャープです。それと右のアッパー手塚いいね、おー来た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 、はい、そこはうまいですね。さあラスト30秒です。ラストだよ、出る、さあ出る、パンチ嬉しいですね、やっぱパンチを織り交ぜながら隠れてハイキックやらないと、ね、少しそうですね、リザミドル、さあ距離を取っているがラスト10秒、この標識が聞こえているのか、どっちか何か技を当てたいところ、いや、あう、ラウンド試合終了でございます。明確なポイント点とすれば、2ラウンドに見せた手塚の前方への投げ、こちらが1ポイント加算されております、はい、さあそこが、明確にポイントを取っているところでございますが、どうでしょう、その他の点でいうと優劣的には、うん、まあ、パンチに関してはどこいどこいだと正直思うんですけど、はい、ハイキックをちょいちょい当ててたので、まあ、ヒット数で考えたら手塚選手の方がまあ多少有利なのではないかなと、そうすると投げと合わせて30対28というところかな。さあガオパヤックの加点はあるんでしょうか。ジャッジ津山29対28赤手塚、手塚が1ポイントを取っております。ジャッジ大村29対28赤手塚、
ジャッジ若林30対28赤手塚。さあ三者とも手塚に、ポイントをつけております。見事日体国際戦難敵を撃破いたしました手塚です。さあまあいろいろ解説でもね、おそらくね、はい、姉さんからもあると思いますけども、まあ、いい選手にはもう、ね、間違いないですからね。そうですね。どうでしょうかね、この伸びしろもちょっと伸ばすにはどうしたらいいですか。まあ、ちょっといいもの持ってるんですけれども、やっぱりちょっといろいろ気が散っちゃう部分というか、まあまあ、多少なりとも頭とかぶつかったりするじゃないですか。まあ、そういうところで、まあ、細かくアピールしたりとか、はい、そのアピールする時間あったらもっと攻撃しろよとか思って。なるほど、厳しいですね、さすが。いや、なんかやっぱり勝負の世界ってそんな細かいこと気にしてられないんで。それはもちろんそうです、まあ、それガツンと当たったらそれは私だってやりますけど、はい、まあ、そのもうちょい集中力というか、そういう細かいところを言っていくと、まあ、そういうところですね、はい、やっぱりもっと集中してやったらもっと倒せる、もっといい選手になると思います ね。さあ、そんな姉さんの助言、心を胸に心の中に胸を置いて頑張ってください。